こんばんは。暑いレッスンでした。汗かいて髪の毛もボサボサ。7周年のねレッスンがもう始まったんですよ。だから今日はそのレッスンで汗をかきました。ちょっと覚えることが今日はあったので、頑張りました。よろしくね。皆さんに会えるのを心待ちにしています。よろしく。ハルキングさん、ウリンちゃん、ジャポテンさん、シンシンシンくんさん、ミツルンさん、ソリオさん、ズーミンさん、アーリーさん、ハルキングさん、マサさん、ソリオさん、モブさん、ケイセキさん、ナポリンさん、ダースーさん、ソリオさん、ジャボテンさん、クジマスさん、アッチャさん、タカユーさん、アンニョンさん、ジャボテンさん、ギフトありがとう。ありがとう。こんばんは、皆さん。ちょっと2日ぶりの配信になってしまいました。暑い。まだ汗が引かない。で、今日暑かった本当に。ハイキーさん、お弁当ありがとう。フッキーさん、アオさん、アンちゃん、ゲストありがとうございます。おにぎりおにぎり。今日めっちゃ晴れとった。今日ね、あのね、撮影があって、でその後に、まあ、ちょっと時間が空いて、で夜レッスンだったんですけど、なんか今日本当に、まあ、外歩く時間が多かったんですけど、すごいね暑くて、この間までちょっと寒かったじゃないですか。だからソロイベントの日寒かったら嫌だなって思ってたら、今日暑いぐらい暖かくて、うん、で今日レッスン終わったらさ、本当に汗が引かなかった。明日会えるの楽しみ、よろしくね。え、行けなくなった？嘘、行けなくなった人いる。カラさん、ユキさん、ウリンちゃん、ウリガメさん、フッキーさん、アーさん、アンちゃん、銀色金魚さん、ギフトありがとうございます。あ、そうそうそう、あのね、高崎あや子のイベントも決まったんですよ。4月の29日ですね。頑張ります。アンちゃんの最後の高崎あや子が揃う、アンちゃんとの最後のイベントです。4月29日よろしくね。まあひとまず私はちょっと明日のソロイベントがドキドキしてて、みんなに会えるのがすごい楽しみです。ウリンちゃん、ひなたさん、けんけんさん、からさん、
インスタありがとうございます。ゆうきさんありがとうございます。明日こっそり行きます。なんでこっそりなんですか。じゃあぼてんさん、ねぎりんさん、たかしんさん、ギフトありがとうございます。明日はね、みんなとたくさん交流できるって思ったら、ちょっといつもよりいいパックを使おうかなって考えてます。もうみんなとね、多分近い距離で会うと思うので、ずっといつもと違うパックをねしてもいいかなと思って、フェイスパック。明日の持ち物は特にないです。ドレスコードもなければ持ち物も特になくて、そうですね、お財布と携帯と、そうだな、愛子自衛の愛を持っていたら大丈夫です。OK。 はい、それぐらいですね。ゾウさん、せいちゃん、くじまささん、ハルキングさん、アジナンさん、ネギリンさん、カジさん、ギフトありがとうございます。どうしようかな、明日髪型最近下ろすこと多かったから、ちょっと上げるのもありだな。こんばんは。でもね、私ね、ちょっとこの配信長くできなくて、一旦みんなに内緒の作業をしないといけないので明日に向けた、じゃあ配信でやるとネタバレするので、内緒の作業があるんですよ。でも明日わかりますね。明日のソロイベントでわかるんですけど、その内緒の内職があるので。はい、頑張らないといけない。しかも明日何気に朝早いんだよね。ね。あ、でも30分はやろうかな。ダメですよ。一応明日のイベントはまだ秘密なので。バラせないので内容は。だから何かをしてたら、あ、明日、なるほど、こういうことするんだって、なんかもうもろバレなのでできないんです。明日早起きしなきゃ。何時に起きたらいいかな。5時半とかね、起きようかな。うん、9時半までにするね。5時半はちょっと早すぎるかも。6時とかか。いや、でも5時半に起きて、でもちょっと準備は全然してないので、準備しちょっと早起きしないといけない。でもみんなのためなら頑張れるよ。みんなが待ってくれてるから、私頑張れるよ。あれ？いつものキャラクターですよ、これが。
ツーミンさん、お茶ありがとうございます。牛乳ありがとうございます。うん、ジャボテンさん、ズーミンさん、イレブンさん、カタカナのタカさん、ハルキングさん、タカイエさん、マルタロウさん、ヘリアさん、マルヒノさん、ウリンちゃん、チャイコさん、カンバリさん、カジさん、ゾウさん、セイちゃん、ギフトありがとう。クジマスさん、ありがとう、ギフト。あ、目が乾く。君と出会って僕は変わった、もうイヤホンなんてしない。あ、私動画提出してない。動画をみんなにお届けしたい。でもソロイベントが終わったら絶対更新する。しんしんしんくんさん、牛乳ありがとう。カントチャートさん、ハートありがとう。こんばんみー。暑い。もう今日髪の毛めっちゃ綺麗にしてたのに、もうこんなになってしまいましたわ。はあ、おくれんぱさらんさん、お茶ありがとう。こんばんは。様、青さん、かわいい、ありがとう。ブーンさん、関さん、ハートありがとうございます。まずプリントアウトする。何かをプリントアウトする。引き用具持っていかないとな。引き用具持っていく。いや、もう今日やりきってしまおう。今日やる。あ、時間がなかった、思ったより。今日やりきってしまおう。くじまささん、ふみっとさん、ハルキングさん、レフトさん、フィリップさん、豊中のひろさん、ギフトありがとう。レフトさん、お茶ありがとう。てれってて、てれって。我々が持って行った方がいいものありますか？持って行った方がいいものというよりかは、そうだな、どっちかっていうと、あ、これは、なんて言ったらいいんでしょうか。まあ、私への愛ですね。まあ、これが 何の意味を持つのかは皆さん各自で考えてきてください。私への愛っていうのは、私への愛や
そうですね、忠誠心、それから、まあ、私の知識、私への理解はい、これらを忘れずに持ってきてください。で、まあ、これは、まあ、意味があるのかないのかはちょっとわからないので明日でならないとわからないので、まあ各自で考えておいてください。こんばんは、ウリンちゃん、フミットさん、カクンワイペさん、アウテールスさん、ダイコンさん、カタカナのタカさん、レフトさん、クジマスさん、フミットさん、ハルキングさん、ギフトありがとう。あと、そうだ、積極性積極性がちょっと求められるかもしれない積極性がいるシーンがあるかもなんか就職活動みたいになってしまうけど、え？行きたかったっていうコメントがちょいちょいあるんだけど、みんな来てくれない、来てくれる予定ないんですか。でも私イベントには3人ぐらいだと思ってますでも3人でも、もし3人だった場合、ムさん、アトムさん、キヤさん、小地里さん、ギフトありがとうございます。タラタラタタ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 タ今日のメイクはそんなにこだわりないんですけど、リップもいつものやつなので、あんまりいつもと違ったメイクはしてないんですけど、でもね、今日は大事な撮影だったので、もしかしたらなんか気合が入ってるかもしれない今日のメイクは。ムさん、ギフトありがとう。こんばんは。なんか東京で美味しいものを食べれたら食べたいです。ゼファさん、ポクレンパサランさん。でもね、私ね、ちょっとね、14日行きたいところがあるんですよね。これは平成時代に小学生だった私にとっては、もうときめきしかないある場所に行きたいなと思ってて、14日、なのでそれの報告はまたします。平成女児だった私にとっては、ときめかない方が難しいっていう場所に行ってきます。はいだからファンの皆さんにとってはなんじゃこりゃって思うかもしれないし、
全くわかんないってなるかもしれないんですけど、はい、何も知らない、聞いたことがないって思うかもしれないけど、あのね、楽しみなんですよ、そこに行くの。それもあって13、14はちょっとね、私の中でときめきな2日間になりそうです。ダイソンさん、食パンありがとう。トゥトゥルトゥ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 、私がもし今から10キロぐらい痩せたらどうなるんだろう どうしますか、私が今から10キロぐらい痩せて、もう痩せこけて、皆さんこんにちはお姉と川になるかも。でもどうなんだろう、10キロ痩せたらやっぱこんなになるんかな。でも生きていけそう、10キロ痩せても。みかんさん、カラさん、サルヤマさん、ウミガメさん、ギフトありがとう。最近さ、いわちゃん牛乳ありがとう。最近さ、何かあったらさ、野菜スティック食べてるんだよね、ハマってる食べ物。なんか一日に1回ぐらい食べてるかも。でもさ、野菜スティックってさ、普通に野菜買ってなんかつければいいだけなのにさ、それにお金払ってるってさ、なんかちょっともったいない気もするよね番イベのためただいま移動中。お疲れ、頑張ってね頑張ってね気をつけてねありがとうなるほど、時間も買ってるのか。その手間を買ってるのね、私たち。青高さん、ヨッシーさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。おいしいよね、セブンの味噌マヨ。あのさ、あの全然ローソンさんとかじゃなくて申し訳ないけど、セブンイレブンさんよくお世話になっております。まさきさん、お弁当ありがとう。お弁当箱ありがとう。ああ、なんだっけ、なんか言うことあった気がするんだけど忘れてしまった。
ジャボテンさんギフトありがとう。食べてみて、買ってみて、野菜スティック美味しいから。あるドラマにハマってて、あるドラマにハマってるんですけど、でもそれと同時に、なんかそのドラマの影響を受けて、ちょっとな、憲法とね、法律のね、勉強をしたいなと思ってね、ちょっと勉強してます。少しずつ、まあちょっとさすがに大人なのでね、知っておくべきことは知っておこうと思って勉強してます。はい。はあ、なんだろう、言えることがもうないな。このぐらいにしときましょう。それでは皆さん明日楽しみにしておいてください。ありがとう、配信見てくれて。うん、準備頑張る、ありがとねとか言ってさ、この後速攻寝てさ、明日急いで、あーやばいやばいとかって言いながらさ、準備するかもしれない。やばい。また明日ね。こたつは絶対消す。てかもうあの暑いからこたつはもう今日つけない。うん。まあ確かに新幹線の中あるからね。時間があるから。そこを利用しよう。それでは。ベネランド、よろしくお願いします。ランキング読みます。13位ケンケンさん、12位ネギリンさん、11位イワちゃんさん、10位ズーミンさん、9位ソリオさん、8位ハルキングさん、7位青鷹さん、6位マサキさん、5位ハイキーさん、4位クジマスさん、3位ウリンちゃん、2位ジョボテンさん、1位はカラさん、ありがとうございました。じゃあね、みんな、おやすみなさい。配信ありがとう。こちらこそ。おやすみ。バイバーイ。たくさん寝てください。バイバーイ。